おいおい、なんだ。今度はレッドスネークじゃなくてグッとくる姉ちゃんだぜ。どうなってんだ。え、俺に言われても、うん、俺たちは何も怪しいもんじゃないんだが、ここにいた奴らは誰のことかしら。ここにいたレッドスネークの奴ら、ほらクマみてえな奴だよな。あんたも見なかったか。出て行ってもらったわ。え、ここはもともと私の土地だから出て行ってもらった。やつらがどこに行ったか分かりますか。古城に行くと言っていた。古城、対岸の古城。お嬢ちゃんと一緒に。お嬢ちゃん。おい、行くぜ。ここにはもう用はねえ。ちょっとあんた。え、手紙預かってるよ。うん、うん、お嬢ちゃんを助けたければ鏡を持って古城へ来い。この手紙は。女が現れてあんたの連れと出て行ったわよ。あなたのお友達がレッドスネークの奴らに。え、リョウが。早く来て。あの女か。お嬢ちゃんってお前と一緒にいたあいつか。助けに行く。おい待てよ、どうあがいても今日は動けねえ。くそ。いいか、今日は寝ておけ。明日、鳩場で作戦会議だ。うまそうだな、もらっておこう。古城ってのはあの山の上の建物だ。昔この帳簿を治めてた豪族の城だって話だ。シェンファはあの城に。ふん、うん、それは。ふん、
うん。出来の悪い模造品か。なんかの役に立つかもしれねえな。もらっとくか。いざとなったらこいつを奴らに掴ませるんだ。ふざけるな。もし偽物だとバレたらシェンファが。何をふぬけたこと言ってやがんだ。その鏡はお宝の鍵だろうが。ダメだ。お前の考えに乗るわけにはいかない。けっ。まあいい。とにかく向こう岸に渡る船がいる。お前は船を用意しておけ。ああ。お前は。俺様にもちょっと考えがあってな。準備ができたら乗船所の2階に来い。わかった。すみません。いててて、また膝の具合が。わしも年だな。対岸の古城へ行きたいんです。船を貸してもらえませんか。あの城にじゃと。あいにくじゃが船底に穴が開いちまっての。修理はできないんですか。修理はしておるが、はてさていつ治るやら。悪いが他を当たってくれんかの。そうですか。すいません。うん、わしに言おうかの。対岸の古城へ行きたいんです。あの城にか。悪いが先約があっての。え？前金でもらっちまったからしばらく船は出せんのじゃよ。どこぞの成金らしいが、いつになったら来るのやら。すまんが他を当たってくれんか。そうですか。すみません。いや、迂回見物かね。対岸に渡る船を探しているんです。貸してもらえませんか。まあ俺のちっこいイカダはあるが、乗るのは兄さん一人かね。いえ、俺の他にあと一人。それじゃあチート無理だわ。俺とウだけで定員一杯だからな。向こう岸に着く前に沈んじまうぞ。そうですか。どうしても対岸へ渡りたいんです。心当たりはありませんか。船持ってるやつに頼んでみなよ。そうですか、わかりました。すみません。なんだ、今日は漁はしねえぞ。対岸へ渡りたいんです。向こう岸に。はい、船を貸してもらえませんか。おいおい、利口をなめちゃいかんぞ。え、このくらいの大河になるとわしら迂回のイカダでは渡れん。そうなんですか。イカダは浅くて流れのないところでしか役に立たんのじゃ。行きたいのなら船を探さんと。船ですか。
どこへ行けば船を借りれますか？知らんな。そうですか。対岸へ行く船が見つからない。バイさんに聞いてみるか。すみません。おや。対岸へ行きたいんです。船を貸してもらえませんか？対岸へ？はい。レッドスネークにさらわれた知人を助けなくてはならないんです。うん。お願いします。時間がないんです。危険と分かっている場所に行く手助けをこのわしにしろというのか？それは。あの対岸の古城とやらは人が寄りつかぬのを良いことに怪しげな者どもが根城にしているとも聞く。え？レッドスネークの一人や二人を相手にするのとは訳が違う。そんなところにお前さんのような未熟者を。それでも行くしかないんです。言うて聞くような男でもあるまい。え？船を用意してやると言うておるんじゃ。ありがとうございます。しばし待て。朝までには船を用意しておく。わかりました。お願いします。レン。ああ、船は用意できたか？ああ、バイさんが力を貸してくれる。またあの憲法じじいか。明日の朝、漁港の桟橋にバイさんが船を用意してくれる。明日の朝だな。よし。レン。え？ここでうろついてる暇があるならさっさと両者に帰っておねんねしな。ああ、わかってる。
ちょっとあんた。はい。黙ってる宿だよ。手持ちがないとか。いえ。ん？まあ。うまそうだな。もらっておこう。